ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想を求人牧野です。今回は、この秋、おすすめの4足、えー、使い分けているので紹介していきたいと思います。まず、今回4足としてですね、えー、アンダーマンのホバーソニック5。そして、このサスティナラシューズですね、えー、クラウドネオ。そして、ゴースト15。で、ライダー26。この4足。 どう使い分けているかというとですね。まずは、スピードの違いと距離の違いというところで、この2足は、まあ、だいたい、どちらもそうなんですけど、5キロから10キロぐらいのランの時に使用しているんですが、ポイントとして言えることは、何と言ってもですね、えースピード感を、こう、得られるという手術の2足になってきます。従って、えー ちょっとね、短い距離を落としてこれ使用するんですけど、めちゃくちゃこのね、反りの推進力っていうのは非常にいいんですね。で、250近くあるらしいんですが、あの、履いた感覚はすごく軽い感じなので、ま、スピードを出しちゃうっていう感じの感覚ですかね。ですから気持ちよく走りたいと。ですから、この時期になると、ちょっとアップしてから履きたいというぐらいに、 結構失踪感が得られるかなというふうに感覚として思ってます。ただこのシューズですね、えー、まあ、いわゆる、まあ、月額ではないですが、一回のこう、登録料として3380円ね、ね、えー、契約をしていただかないといけない。購入というよりは、まあ、ちょっとこう、ね、えー、月ごとじゃないですけれど、一足ごとの、 金額になりますんで、そこは注意していただければ。ただ、3380円で履けてしまうというところもいいのかなというところになってきます。そして、続いてですね。こちらはね、後半でもスピードが伸びていくタイプなので、出したいというよりは、スピードがこう、どんどん維持できてくるっていう感覚ですね。で、ソニック5に関して言うと、やっぱりこう、あの、内蔵のチッパーで見ますからえ、えー、結構的に計測もしてくれますし、 クッション性って言ったらね、もっと他のシューズのあると思うんですけれども、結構中間層のスピードを出したい時っていうのは、このシューズっていうのはおすすめかなと思っていますから、後半ね、少し、えー、ビルドアップしていこうという時に結構使ってるんで、えー、10キロぐらいの時とかは、このシューズで結構対応している感じがありますね。で、あとは本当、結構ね、中の履き心地もね、 まあ、いやわらかすぎてフィット感があるというところはあるかなと。ですから、初心者っていう靴ではないかなっていう感じがしますね。で、続いてですね。まあ、ゴーストとか、ライダーに関しては、より長く走るときにはこちらの2足に、えー、使用してるケースがありますね。で、えー、ゴソ15に関しては、やっぱりこう、なんといってもこのクッション性の高さですよね。 で、今回はあのー、DNA ロフト V2 になっていますから、まあ、初めからこの靴履くっていう時には、LSD だとか長い距離っていうのを目的に。ですので、このクッション感、シューターのところの柔らかさ、この全体の柔らかさっていうのは、やっぱコソニックと比べると圧倒的に柔らかいということで、長く履いた時のクッション感、履き心地の方ですね、を良くしていると。こうやってちょっと薄い感じなので、 えー、よりスピード感という感じになってきますが。で、見てわかる通り、こう、はみ出てますので、安心感ですね、安定感も増しているよ、というふうなシューズになっています。で、ライダーですね。26になって、まあ、水のエナジーを2ミリアップはしてるんですけど、結構ね、この、 屈曲しないこの反発力っていうのは、前への推進力とのサポートしてくるんで、結構ね、4分半ぐらいでも走れるシューズはシューズですが、まあ、これもゴーストと一緒なんですけれども、中のクッション感というのは高いので、やはり、まラソンだとかっていうのにも向いているということで、ちょっとね、テンポ層とか、長くなった時には、ライダーというのが向いているかなって感じで使い分けています。ですから、 まあちょっとね、この寒くなってきたんで、アップしてから履きたいですけれども、結構スピードが出る。ね、え、このサイクロンである、え、クラウドネオだったりとか。やはり、ビルドアップして、スピードを後半出したい、体が温まってないところから徐々に温まってきて、え、10キロ、後半2キロぐらいビルドアップしたいなとには、ソニック5なのかなと。で、初めからこう、ゆっくり LSD ということになると、コーストなのかなと。で、こちらに関しては、 やっぱスピードの維持。サブ4ぐらいの人なんかにはね、こう向いてるシューズじゃないかなと思うので、そんな使い分けを今回しているかなっていう感じがありますね。ですので、似たようなシューズですけれども、僕の感じは用途をこういう風に変えて走っているというのが、今回紹介した4足になりますので、ぜひ体感してみてはいかがでしょうか。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想9人巻野でした。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録もお願いします